青の道門付近にある前回の像前回安永三年は、江戸時代中期の総統州の僧。越後国高田藩士の子。本名は、福原一九郎。青年については状況四年説もある。詳しくは、新旅安前回といい、江戸浅草の住人、祖先は、越後高田の福原氏であるといい、元籍を総統州に置く六十六部であった。両親が亡くなったことから、 世の無情を感じて出家し、諸国を暗逆、聖徳五年に特度して前回と称した。武善国や馬系の青の同門を改作したものとして知られる。開国の途中、文後国ら漢字を散経した時、川沿いの断崖にかけられた三橋、青の渡るが危険で、神馬のしばしば復没することを知り、これを憐れみ、飲み道の誓願を発し、陸道の掘削を思いついた。 1730年頃、ろ、無国の活藩主の許可を得て、掘削を始めたが、その後周辺の村民や九州諸藩の領主の援助を得て30年余りの歳月をかけて、1763年に完成させた。高さ2畳、計3畳、長さ308歩。開通後、通行人から通行量を徴収したという話が伝わっており、 この道門は日本最古の有料道路とも言われている。菊池博の小説、温州の方に、の主人公、領海のモデルとなった。作中では主である旗本、中川三郎兵衛を殺害してその目かけと出本、木曽取り峠で茶屋経営の裏で強盗を働いていたが、己の罪合を感じて出家、衆殺しの罪滅ぼしのために、青の道門の改作を始め、後に、 あだと付け狙ったサブロベイの息子と共に飲みったものとされるが、週殺しなどのエピソードは菊池の創作である。ありがとうございます。